はい、今回はですね、いきなりですがフロントフォークを買いました。ちなみに初見です。開けたばっかりですね。こんなですね、倒立です。何のフォークかというと、ででんと、実は少し前にディートラ、まあ正確には 250SB ですね、を購入していました。しかしながらこの 250SB、まあ、ヤフオクったんですけど、久々にヤフオクの洗礼ですね。なかなかのやれ感のオートバイを購入してしまいました。まあ、結構ちょろちょろ直してですね、まあ、ここら辺、まあ、かなり微妙だったんで 3D プリンターでちょっとプレートを作って調整したりですとか、あとはブレーキ関係も一度揉み直したりしてますね。まあ他にも、まあここなんかはもうひどかったですね。これめくらなんですけど固着しちゃったんで引っ叩いても取れなくて、仕方ないんで逆ネジ切って外したりとか、まあなかなかの錆び具合でしたね。まあハンドルは後輩から譲っていただきました。まあそして今回はですね、このフォークですね、ひどいんですよね。このここなんかもうささくれっつうか、何これってささくれなのっていうぐらい、まあひどい。でこれ今拭いたんで漏れてないように見えるんですけど、もうフォークオイルもジャブジャブです。でもう結構サビもひどかったんで、これのまあシールを交換するぐらいなら、もうもはや新しいフォークと付け替えた方がいいのではないかなと思ってフォークを買いました。で今回のこのフォークなんですけど、実は年式違います。このブラケットですね、このボトムブラケットのタイプはディートラ X ですね。ディートラ X のタイプのフォークを買ってみました。私はこの近年のディートラの歴史を知らないんですけど、どうやら X になってからフォーク変えたみたいですね。もともとディートラッカーって KLX のフロントフォークとリアサスそのままだったんで、実は17インチにするとハンドリング激悪なんですよね。まあ、それをディートラ X 用でまあ補うという感じですね。はい、そんなわけで、まあ、今回はこのディートラ X のフォークをこいつにつけられるかやってみたいと思います。まあ本音はですね、ネタにするつもりで買ったわけではなくてですね、なかなか年とともに SR のキックなんかも億劫になったんで、気軽に乗りたいなっていうのが主だったんですけど、まあこんなカスタムするつもりもほぼほぼなく、まあ適当に足代わりに使おうかなぐらいだったんですけど、結局何かやり始めるという始末になってしまいましたね。はい、そんな感じでやってみましょう。はい、ではですね、まず根本的につくのかが問題なので、まあ径を測ってみますかね。まあだいたい前情報で測ってるんで大丈夫だと思うんですけど、52ぐらいかな、ほぼ一緒ですね。ボトム側が57ぐらいかな。はい、やっぱり一緒ですね。よし、これでとりあえず三つ股が合うのは分かりました。ではホイールを外して入るか、あとはブレーキですね。ブレーキがこれで入るのか、まあその辺ですかね。ではやってみましょう。はい、まずは
フロント側のバラシですね。昔はね馬があったんですけどね、なんだか引っ越した時に馬がなくなっちゃったんで、片側のジャッキだけなんですよね。まあ不安なんですけど、まあ大丈夫でしょう。リムまでの距離を測っておかないとセンターが出てるのか分かんなくなっちゃうんですよね。フォークガードを外すのにも一苦労ですね。固着してやがった。でもしかするとパーツリストを見た感じだと、ここですね、ここのカラーが長さが違う可能性があるので、多分2ミリぐらい違うっぽいんですよね、パーツリストを見てる感じだと。なのでもし違かったら2ミリのスペーサーをかませるような感じですね。はい、抜けました。キャリパー外すか、まあ、このキャリパーがつくかというのも一つのテーマですね。木はほとんど一緒っぽいんだけどな。 X の年式になってからの、まあ、KLX の方のローターはどうやらアビトラ時代、まあ、このキャブトラって今言ってるのか、その旧型ですね、旧型の方とローター系は一緒っぽいんですよね、 KLX に関しては。イートラの方は台形化されてより効くブレーキになったらしいんですけど、まあ、このローターがそのまんま使えてくれるとかなり最高ですね。はい、続いてフォークですね。フォーク外しますか。あんまりいじりたくなかったんだけどな。固着してって。私バイク人生結構長いんでいろいろ乗ってる方なんですけど、これどんな保管方法したんですかね。ひでえなマジで。ああ、ひでえな。ようやくですね。つけられなくても戻したくないフォークだな。よし、はあ、取れました。はい、では取れたので参考にしたい方がいるのかは分かりませんが、 X と、まあ、昔のDトラですね、まあ、250SD の共通なので D トラで出てきますけど、昔の、まあ、D トラと D トラ X、 これのフォークをちょっと比べてみましょう。ではですね、キャリパーのピッチはどうせつけるときに分かるので置いといたとして、フォーク調はもう見て違いますね。やっぱり短くなったんだな。これスタンド立つかな。ちょっとそれがついても不安になる感じですね。はい、では穴で測ってみましょう。穴でトップ、だいたい D トラ X で87ぐらいかな。では次が QD トラ、はい、穴トップ、だいたい91とかですね。
91行くか行かないかぐらいかな。まあこれ適当なんで。結構違いますね。スタンドが不安になってきましたね。まあとはいえこんなボロボロの、こんなボロボロのフォークを私は修理して使いたいなんて思えないです。こんなひどいささくれ。なのでまあスタンドは後にしといたとしても、とりあえずフォークは新しい綺麗なフォークに乗せ替えようと思います。ではやってみましょう。よし、当たり前だけどここまではつきました。一箇所ちょっと傷はあるか。まあでもしょうがねえな。このぐらいは。これキャリパーつけてみましょう。ちょっとボルトの長さは心配だけどつきましたね。こんな感じでいけるかもしれないな。ではオイルをつけるんですが、その前にこれが D トラッカー、旧型 D トラッカーのカラーなんですけど、これが12ミリなんですね。で新型はどうやら14ミリなのかな、パーツリストで見る限り。なのでここに2ミリのカラーを入れます。2ミリ、これ2ミリのワッシャーなんですけど、まあ、ワッシャーを削って2ミリ追加するって感じですね。で、まあ、旋盤で削って径を合わせるという感じですね。はい、じゃあ旋盤です。天板で削りました。こんな感じですね。ちょっとバリ残っちゃったけど、こんな感じです。多分合うと思うんだけどな、バッチリですね。ちゃんと合いますね。おそらくセンターが合うので取り付けしてみましょう。案の定というか、まずアクセル長さ足りてない、ダメでした。そしてキャリパー、やっぱりサポートが厚すぎて入りませんでした。この2つは後日修正ですね。とりあえずこんな感じで中断となりました。そんなわけで撃沈だったんですけど、まあこんな感じですね。現在はギリギリスタンドで立ってられるという、ここら辺ゲット入ってますけどね、まあこんな感じですね。次回、まあ、このぶら下がってるキャリパーをなんとかするっていう感じかな。サイドスタンドももしかしたら切らないとダメかもしれないですね。ただなんかこのインクプレートが黒なので、もしかするとインクプレートで車高を下げてるのかなという気もしてますね。これをもしかしたら元に戻せばなんとかなるかな。はい、では今回はここまでです。